皆さん、こんにちは。日本テレビの看板アナ、三浦麻美アナウンサーが、6月1日付の人事で、異例ともいえるスピード出世を成し遂げ、話題となっています。一部では、年収3000万円近い待遇になる、という話も出ていますが、これに、三浦アナ自身は、困惑しているようです。調査したのでご紹介します。ぜひ最後までご覧ください。三浦アナは6月1日付で、それまでの主任から新設される管理職の役職チーフスペシャリストに昇進しました。スペシャリスト職は上から S4、S3、S2、S1 の4段階に分けられており、チーフスペシャリストは上から3番目の S2 にあたります。5月27日の定例社長会見で、日本テレビの石澤武社長は、改めて説明も含めて申し上げると、三浦麻美アナウンサーを管理職に登用しましたと報告し、管理職としては最年少と説明。異例のスピード出世について、三浦さんは若手最年少で抜擢登用。これまでの活躍ぶりを見ると、活躍にふさわしい評価、階級を担ってもらうと、三浦アナのこれまでの活躍を改めて評価しました。これまでの主任という役職は、一般企業だと課長クラス、一方でチーフスペシャリストは局次長クラスに相当するといいます。三浦アナは一気に3階級特進した格好となり、これまで1500万円ほどだった年収が3000万円近くにアップすると報じるメディアもありました。これについて制作会社関係者は、チーフスペシャリストはアナウンサーでは彼女だけ、旧機上でニュースエブリー MC の森圭介アナは三浦アナよりも一つ下のリードスペシャリストですから、三浦アナがごぼう抜きの大出世を遂げたことは明らかです。ですが、年収3000万円になるなどという報道には、三浦アナ自身が困惑の反応を示していると聞こえてきています。確かにチーフスペシャリストは特別なポジションで、超スピード出世は間違いないのですが、実は給料面は全く伴っていないようで、年収3000万円なんてもらえるわけないという話なんです。三浦アナはこれに憤りとともに悲しみを覚えていると言いますよ。まず、役員昇格も見えてきたような異例のごぼう抜き出世なのに、それに見合う給料アップになっていないこと、さらにもらっていないのに周囲からは年収3000万円もらっていると見られたら、誰だって嫌な気分になりますよね、と語ります。日本テレビはこの6月より新人事制度を導入し、管理職資格社員の等級と等級定義が一新されました。行列のできる相談所や絶対に笑ってはいけないシリーズの総合演出を務める敏腕演出家の T 氏は、かねてより執行役員についていましたが、6月の人事で S4 のチーフエグゼクティブスペシャリストになりました。局を代表する大人気番組世界の果てまで行って Q で知られる演出家の F 氏は、今度の人事で S3 のゼネラルスペシャリストへと昇進したといいます。優秀な社員がしっかりと評価されたようですが、多くの人は年収には結びついていないようなんです。特に三浦アナのように管理職になれば残業代がつかないので、むしろ仕事をすればするほど残業代がつく平社員の方が、下手したら管理職よりもらっていると言われていますね。今回の日テレの新人事制度の狙いは、すごい仕事をしているわけではないのに高い給料をもらっていた主に50代社員の評価を変えることでの人件費カット、さらには若い仕事ができる人をしっかりと評価し、しかるべき肩書きを与えることだったとささやかれていますが、三浦アナなど管理職には立派な肩書きがつきましたが、給料は伴っていないということで、むしろ社内のモチベーションは下がっていると言いますね、と前出の制作会社関係者は話しています。社内のモチベーションが下がっていると言われる日本テレビは、今まさに逆風に吹かれています。5月31日、日本テレビは2023年10月クール放送のドラマ
セクシー田中さんをめぐり、原作者の芦原日奈子さんが急性した問題について会見を行い、社内特別調査チームによる調査結果を報告しました。しかし、その内容が不十分ではないかと多くの識者からも批判が殺到しました。 X には日テレさん全く反省はする気がないご様子、こういう立場で番組作ってるんだというのを見ちゃったら、よほど体質改善が明らかにならない限り自分の精神衛生上は日テレを二度と見ない方がいいよなぐらいの気分にはなりますよね、といった意見が寄せられました。そんな現状もあり、日テレ内は全体的にかなりどんよりしているといいます。三浦アナは常々日テレ愛を公言してきたため、給料がさほど上がらないから辞めるということはないと思われますが、特別な管理職になっても給料は伴わず、一方で周囲からは年収3000万円ももらっているんだという目で見られ、心中は穏やかではないはずでしょう。加えて評価が下げられたベテラン社員からの風当たりも相当強いようで、今回の人事を受けてさすがにやっていられないという気持ちも芽生えているかもしれません。そんな三浦アナは2023年3月に俳優の中村倫也さんとの結婚を発表しました。ドラマや映画で主演を張れる売れっ子俳優が夫ということもあり、局アナにこだわることなくフリーに転身して新たな挑戦をするという後ろ盾もできたはず。 MC を務める ZIP は午前5時50分からの放送ですから、三浦アナが局入りするのは深夜1から2時昼夜逆転ですから、中村さんとはすれ違い生活になってしまう可能性もある。 ZIP の MC に就任して3年、スッキリを含めると約7年も朝の情報番組に携わっているんです。心身ともに負担は大きいでしょうし、そもそも朝の情報番組の MC は何年も続けられる仕事ではないとも言われていますからね。現在は全力で番組に取り組んでいるでしょうが、三浦アナも ZIP の後を考えていてもおかしくはないでしょうね、と前室の制作会社関係者は言います。三浦アナは ZIP のみならず、バラエティ番組24時間テレビをはじめとする特番の MC や進行も担当するなど、あらゆる仕事をこなすことができます。そのため前室の関係者は、仮にフリーになったとしても日テレとは良好な関係が続くでしょうから、退社後も同局の仕事を続けることはできるはず。それにとにかく明るいキャラ、大食いキャラで好感度も抜群ですから、 CM 出演にも期待ができます。仕事が途切れないのは間違いなさそうで、三浦アナがフリーになるのであれば、どれだけ低く見積もっても年収1億円は超えるのではないでしょうか。新人事制度でのとばっちりに中村さんとの結婚もあって環境も変わった。過去には退社を考えたことは一回もないと話していた三浦アナですが、さすがの彼女も考えを変えることもあるのではないかと言われていますね。当然芸能プロダクションにも三浦アナの新たな給料事情は入ります。家族との時間も大切にしながら、今の3倍5倍はもらえるという口説き文句は全く嘘にはならないでしょうし、すでにアプローチしている会社もあるかもしれませんね。新人事制度に多くの社員からブーイングが上がって、どんよりしているという局内の空気感も三浦アナは嫌でしょうし、日テレは今かなり不穏な状態にあると言いますよと話します。いかがでしたでしょうか。日テレのエースにとどまらず、もはや国民的アナウンサーのミトちゃん、高評価が思わぬ展開を呼んでいるようですが、果たして今後はどのような道を選ぶのか、今後の動向に注目です。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いします。それではまた。